こんばんは。はじめまして、はじめまして。気分だよ、ヤッホーヤッホー。ピカゴン、ピカゴンね、後ろにカグゴンいるからピカとか聞いてて、普段のピカってことねどうもどうもどうも、かわいい、ありがとう、かわいそう、ありがとう。4時はきついよね。いや、4時耐えれへんかったなさきちゃんが引っ越るのあれがてへへ映ったと。いや、そうなんよ、映ってしまう。あれは夜更かしだ、そう、夜更かししましてましたこんばんは、こんばんは。オリックスみたいな奇跡やったね。いや、ほんまにすごいな。なんかさ、スペインってさ、優勝候補やったっけ、スペインやったっけ、あれピカルン、こんばんは、こんばんは、こんばんは。コマーショールームでピカルン見るたび魅力に惹かれていく。めっちゃ嬉しい。カビゴン、カビ生えちゃう、カビゴンな、あれだ、ベレー帽かぶってる。次のクロアチア勝ってほしい。クロアチアってさ、強いん？めっちゃ気になる。こんばんは、こんばんは。でもそっか、強いんかこんばんは。日本のサッカーのピカルの可愛さをワールドクラス、ありがとうございます、嬉しいドイツ、スペイン優勝候補やね。あ、そうなんや、すごいな。なるこんばんは、こんばんは。キュンポーズして、キュンポーズって何か分からんクロアチアも強いのよ。そうなんや。ちょクロアチア最初から最後まで見ようかな。ならちょっとね、野球も今やってなくてあれなんで、暇なんでね。前回に準優勝、そうなんや。サッカー初心者なもので、ちょっとね、分かんないんですけど、クロアチア戦は12時から大丈夫やね。絶対見よう。クロアチアやっぱ強いんや。でもさ、日本もめっちゃすごいなこんばんは、こんばんは。同じ会にで会って好きになりました。嬉しい、ありがとうございます。もっと好きになってね嬉しい。はじめまして、はじめまして。次は12時キックオフやから見れるね。見れるな、それは。見ます、絶対見ますね、そう。なんか昨日はその配信じゃない、ちょっと待って、ごめんなさい、ライトの色変えますね、あれ、そう、その番組自体みたいな始まっててんけどね、あとキックオフまであと何時間みたいなあれを見てたら寝ました久しぶりにひかるちゃんに会いに来たい。来てください、会いましょう。こんなあやぴょん見てにツイート実況しようか。あやぴょんめっちゃ知ってたな、見た、あれ9時に寝なさい、9時、もう9時過ぎてるクロアチア、ワルワリッチって名前の選手ばっかりで、そうなんや。ちょっと調べてみよう、気になる、面白そうやな。そっか、そっかって何が一からの時は早起きするな、早起きすればよかったなこんばんは、こんばんは。またお話かやったらもっとたくさん買えます、ありがとう、めっちゃ嬉しい。自分にツッコミ入れた、いや、めっちゃ今考えた考えた結果何か分かんなかったですちなみにエースは元リッチ。なんか聞いたことある、聞いたことあるくちゃん、ごめんなさい画面に出るたびにファンになる人が増えていく、嬉しい。ショールームも、ごめんなさい、頑張ります。東京引っ越してなかなか対面で行けないからオンラインで頑張っていくね。ありがとうございます、待ってます、いっぱいお話ししましょう。 FIFA ランキングってのでクロアチアは世界12位、日本は20位。そんな違うんや、やば昨日3時間しか寝てないから眠たい。それは絶対眠たい。野球選手ちゃう、欲しいなんやろ若ちゃん夜中のツイート気使って我慢してたみたいね。確かにもう朝みたいな上がってた、チラッチラ
こんばんは、こんばんは。そうやんな。そっか。で、次12時からよ。だいたい2時間かな、サッカーは。これ12時に始まったとしたら2時はギリ寝落ちしてないな、多分。わからん。頑張れば。かな。でも次は絶対最初から最後まで見ます。まこちサッカーもめっちゃ詳しくてびっくりね。まこちめっちゃ詳しいね。かっこかっこ。こんばんは、こんばんは、ね、サッカーね、多分めっちゃさ、テレビとかで見てさ、あのめっちゃ面白そうやと思って、やっぱり夜更かし、夜更かし。たまにはね。マドリちゃん、スペインのレアルマドリード、通称レアル所属。そうなんや、めちゃ詳しそう。詳しちょっとさ、サッカーみんなめっちゃ見てるから、ピカモンで見ます。10月24、27公演、11月13公演、途中中電池切り。ありがとうございました、ありがとう。続きはトーナメントやから延長回り、それまでいけない、あれ PK 合戦、 PK か。そうなんや、ね、ドキドキするやつや。これを機に J リーグもよろしく、よろしく。3月で金の世界大戦 WBC ね、そやなよ。見ましょう、見ましょう。練り香水っていいの、練り香水いい匂いしますよ、おすすめです。スポーツ好きでしょ、スポーツ好きですね。次勝ったら成功成績なんやで、そうなんや。あ、でもなんか今日誰やっけ、誰かがなんか言ってた、言ってた、なんかこの前はなんかなっちゃらで止まっちゃったので、次はどうなっちゃらに行けるようにってなんか言ってました。カビゴン帽子かぶってるか、かわいい。そう、帽子かぶってますよ。白のあの人気でなかなか買えなくない、いや白ね、なんか空いてる時間に行って買ってますね。いい匂いですよ。サボンやっけ、のなっちゃらかっちゃら。サボン練り香水って書いてあります。これポケットに入れてました、あったかいポケットに入れてたから。三重県の鈴鹿に、今年はレジェンド三浦和さんプレーしてたもんね。ね、三重県ね、すごいよね。あ、堂安選手もっけ、鈴鹿にはチームありよ、三浦和がいてる。あ、鈴鹿にもチーム、ちゃんと知らんか、調べてみます。クラチに勝ったら次はブラジル、ブラジルめっちゃ強いイメージ。こんばんは、こんばんは。私も白の練り香水でホワイトリリー使ってるね。白の香水ってめっちゃいい匂いしますよね。あのボディミストのあのホワイトティーも持ってるんですけど、それもめっちゃいい匂いしてます。ピカーでピカーです。ホワイトリリー欲しい、サボンかな、ピカー、これん、これなんや。後ろの首が好きで季節分かるか、面白い。あ、そやね、そうしてく。ツイッターで見ました、ありがとう。友達と今日ピカルの話を後ろのワール食べながらしました。嬉しい。白ノワール美味しいよな。ね、ピカ白ノワール好きやで。こんばんは、こんばんは。恥ずかしいながら練り香水っていうのは今日初めて知りました。じゃあ今日気にお揃いにしましょう。今日私はサッカーの選手、奥さんや彼女さん可愛いって話題になってる、ね。思った。めっちゃ流れてくる。めっちゃ美人やんな。すごい、 TikTok とかでもめっちゃ流れてきます。ホワイトティーも気になる、ピカルの美容系話聞く、嬉しくて嬉しい。嬉しいね、ピカね、そう結構メイクとかもするの好きなんで、いつかねメイク配信とかもしたいな。また最近してない。
カビゴンの格好をコーディネート、そうカビゴンコーディネートしようかな楽しそうやな。それでもそれ新発売ブラックサンダー味です。あめっちゃいいな、食べそう、食べに行こうかな。明日土曜日やな、食べに行けるかもえ、柴崎選手の奥さんと田中選手の奥さんはもっとアイドルだもんね。そうなんや、すごい、だから美人ね、ギャルピカになるまでのメイク配信みたいなギャルピカでも今日結構カラコンがギャルっぽいかな鈴木愛理さんのなんやろが大活躍やね、大活躍、昨日ゴール決めた堂安選手は尼崎出身の、あーそうなんや、あテレビでやってた、なんかそのお兄さんのサッカースクールねんけなんかやってた中継で、今度の日本の試合より12日だから見れそう、見ます、見ますよ。なんかスタバ新作クリアしたらしい、見たツイートでも将来スポーツ選手の学生になるかな、いやならないかなならない気がします。そもそもね、ピカが将来お嫁さんになってるかの問題ですよね、お嫁に行けるかの問題ですねまあね、当分っていうかは絶対ないのでまだまだ先の話、何十年後の話、何十年後あ待って、ありがとうございますやったつづつづだどっかやっとくやったありがとうございます。誰や、ちょっと待ってね、タイムラインの方で見た方がいいんかな。コウさんありがとうございます、嬉しい。友達と話で買いに行くのでサイリウムは黄色と黄緑でよかった、合ってます、バッチシですギャル超かわいい超かわいい、これ歌っていいんかなスイカちゃんも先輩になるね、いやそうなんですよ、めっちゃ緊張してます。何子のピカルンが客席にいて映るのかも、映るんかなミラーボール解説で話題の本田さんは摂津出身、そうなんよ、幸せになりや、幸せ、ね、いつかは 何年後、何十年後まだまだ先の見えない、まだまだ先の話ギャルピカかわいい、ありがとうございます、嬉しい。ピカちゃんめっちゃかわいい、ありがとう嬉しい。何十年後はやばいな、何十年後はやばいかなでさ、そういうもんな、20年後光る、もうあれや、36ってまだ一回女優さん目指してるもんな。そうからね、頑張りますよ。ピカは毎ツイートしてギャル配信のルーズ似合ってた、嬉しい。これ見たらピースください、ぜひよ配信の選手結婚して誇りしていなさそうヒーヒーさん、ピカ先輩よ、ピカ先輩、そうピカ先輩って呼ばれるんかな、ピカル先輩なんかなこんばんは、こんばんは、ピカ先生もし結婚して毎週見に行きそういやいや絶対ではな、なさない話ない話ってかな、こんばんは、こんばんはね、自分あれやもん、言うて将来結婚願望っていうのまだないしね、結婚するできる気もしてないです来週の木曜日の公演が待ち遠しい、楽しみ、エピカも楽しみね、いっぱい練習します。ピカルンさんですかね、ピカルンさん
アイピョンが半身に染まる前に織姫にしようぜ。いやそうですよね、アイピョン織姫にしますこんばんは、こんばんは。今やらかしたと思った。大丈夫でした。ネイル香水中身めっちゃ削ったかと思った。こんばんは、こんばんは。旧規制にはピカルンって呼んで先輩ふカスは自主力や結婚すぎ考えられへんわね。いやそうなんですよ、まだまだですねまだまだ。もしてる姫カレンさんも配信してる。あ、そうなんや。10年後のもまだ NMB にいてくれたらいいなね。10年後、でも10年後まだ26。いや全然入れる年齢ですねでピカまで16。あ、待って、マジで歌いそう危な。こんばんは。まだ結果認めませんから、かっこうるさい。めっちゃおもろい、お母さんや無限大の未来があるからな。いやそうですね。後輩にお水買ってこいとかあかんやで。いやもうピカが買いに行きます、買いに行きます。結婚して結婚してそんなやつあるんやありがとうございます、モフィニーさん。こんばんは、こんばんは。ピカの好きな数字ありますか。ピカは好きな数字か、なんやろ、好きな数字23は自分の誕生日のね、やつやし、まあ18由伸投手のやつやけど、ピカの小学校の時の出席番号でもありましたで10、23、18、あとなんやろぐらいかな。とずっと応援し続ける、嬉しい。あ、待って、ありがとうございますなんかこれ以外作りたいなんかありがとうございます。ジェイさんありがとうございます。ずっと応援し続ける、めっちゃ嬉しい。そうやって言ってくださるとピカもめっちゃ嬉しいです。26歳でも高校生いける予感しか、高校生いけるかな26歳でね。13になって高校生役とか前年後で26とか若すぎる、若いかな。今日も20過ぎたらだいぶ大人っぽくなっていい、なんやろだいぶ大人っぽくなってるかな、なりたいな。10年後のもうこの感じない、逆に過ぎ中学生でいけるね6、胸、あ、胸選手な、6もいいな。ドゥイドゥイタイムかな。あ、待って、韓国語、韓国語、あん読めない読めない、ちょ読めないで、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ヒカルなの、読めます。ヒカル、ヒカル、ヒカルは読めます。ヒカル待って、ヒカルは読める、ヒカルは読める。なっちゃらよ、なっちゃらよ、わからん、ごめんなさい。ハングル勉強したいな、読めるように。友達でグッズ作るのに使えますね、ありがとうございます、嬉しい。ヒカルのコメント見てくれる、かわいい賞1個ありがとうございます、嬉しい。NMB 最年長が26くらいかな、いやそれぐらいなんかな、最年長。あにゃあせよ、あにゃあせよ、わら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 ってこのよみたいなやつ26歳やったら恋愛学園ドラマのヒロインかな、いけるぞ、いけるかな。韓国語読めるんだ、光だけわかるんですよ、なんかこの丸書いて光は呼べるんですよ、多分光だけ呼びます書けるかな。どれが光なの、なんかこんなか合ってるかな、わかる、るこのやつかなこんな伝われ伝われピカがやってる、やってますよ。こんばんは、こんばんは、かわいい、ありがとう。あ、待って、韓国語楽しいけど呼ばれへん。なっちゃらかいさしい
さし以上からえ待って気になってきた。なんて書いてあるか。なんちゃらせよせ、あ、わからん。ニコでまたくすとらんて。こんばんこんばんは、松崎ちゃん。何食うやろ、習ってるね。韓国の何が好きなの。韓国ね、でもコスメとかめっちゃ好きかも。韓国コスメとかめっちゃ好き。こんにちは、お会いできて嬉しいです。可愛いから、嬉しい。日本語でありがとうございます。めっちゃ嬉しい。何だっけ、韓国語でありがとうはカムサハムニダ、カムサハムニダかな、合ってるかな。ショールームに通訳機能欲しいね。通訳機能欲しいね。いろんな国の人が見てくれて嬉しいね。訳してはったね、本当に嬉しいですね。優しい、本当に通訳優しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。じゃあ韓国から見てくださってるのかな、ピカの配信を。嬉しい、ね、めっちゃやった。こんばんは、こんばんは、ね、ピカも韓国語勉強しようかな。なんか喋れたらかっこよくない。なんやすごい読めへん。何せよ、おごめんなさい。ありがとうございます。カズオさん、雪の結晶かな、 してみたいです。何やろう、シオンさんに教えてもらわないとね。シオンさん教えてもらおうかな。ピカ世界的人気やな。それやったら嬉しいな。ピカの可愛さが全世界に広めましょう、ましょう。で、シオンさんになろう。そう、シオンさん教えてくれるかな。待って、打つ、誰かも打つと、夢の国。ちょっと待って、バンされてないだけ奇跡。あ、今日本から見てるし、日本めっちゃ嬉しいですよ。日本は歯の何やろ、何をしてるみたいです。何やろ、矯正かな、歯が痛くなるな。そう、矯正痛い、ここでも。なんかその病院の先生によると、なんかもうそんな長くはないらしい、あと治療するのが。だから待っちゃった。あさやさん、ハートありがとうございます。嬉しい。何時までしようかな。でも言うても10時前。で、歯が痛くなるな。そうなります、本当に。こんばんは、こんばんは。なぜそんな可愛いんだろう、ピカルも。嬉しい、そうやって言ってくださるの嬉しいです。あられ元気か。あられちゃん元気ですよ。歯並び綺麗やのにね。元はめっちゃ悪かったんですよ。あのね、加入した時とか結構悪かったかも。42分かも。どうしよう、何時までしてほしいとかありますか。待って、後ろに懐かしのカビゴン先輩。今さら、久しぶりです。カビゴンさんいますよ、カビゴンさん。もうはさらってるもんな。マスピース外されるの楽しみで。いや、そうなんよ、めっちゃ楽しみです。こんばんは、こんばんは。ますます可愛くなるのね。いや、嬉しい、そうやって言ってくださるとありがとうございます。今日のピカは一段と可愛いわ。やった。嬉しい。マジでピカリちゃんの、ひかりちゃんの笑顔も笑い方も好き。嬉しすぎる。そう、だからピカ入る前っていうか、昔は結構歯並びが悪くて、笑うのも結構抵抗があって、ずっと口閉じてたりしたんですけど、最近はね、歯出せるようになって嬉しいんですよ。そうそう、ピカルの可愛さは世界共通だね。嬉しい。
こんばんは、こんばんは、カビゴンさん、金子さんの何かぶ、何か、なんか大体察しました、かぶってるのかな怒られる怖いね、レスを送るの本当にうまいよ、嬉しい、ほんまにやったね、ピカが一番意識しているところなんで気づいてもらえて嬉しいです。これはなんて読む感じ感じ何やろか、何やろ、何やろハードしてるのかわいそう、倍増よってありがとうございますね。これからどんどん歯を見せてもらっていく、うちは見つけてくれるもんな、見つけますよ、どこにいてもどこにいても見つけますよね。でもそう、でもやっぱり思ってんけど、証明写真で歯出して笑うのはありなんかな。カレンと顔に一目はと照れちゃってこっちがそれしちゃう、照れ照れちゃう、出る、かわいい、かわいい、デビカルの笑顔が好きだ、嬉しい、なもうすぐ先輩になるけどなんて呼ばれるんだろうね、ピカネ、ピカネって呼ばしましょうか、ピカネピカネね、再燃解禁されますね、ね近くなる全員で勝つ T シャツを見つけてくれた、見つけますよ、免許証の写真は口閉じてるなやっぱり口閉じる、証明写真であんまりハードスしていないかな証明写真で笑うと撮り直しだよ、え、そうなんやスピカもさ、証明写真あの自分の証明写真スマホの裏にさ挟んであるんやけどさ、めっちゃ恥ずかしいけど撮るのめんどくさくてずっと自分のひかりんから見て自分のイメージはなる、何の人、そういう人かな、ピカネって呼びもさくちゃんだけ、いやさくちゃんだけですね、こんばんは、こんばんは、ピカネ、そう、さくちゃんにピカネってね呼ばれてるんですよ、お、まだ韓国なかなかんなんやろ、あら来週の八日公演だね、応募しようかな、ぜひぜひ、証明写真の写真、写真待ってます、恥ずかしいなプリクラ感覚で自分のスマホの裏に証明写真か、あのね、挟んであるんでピカレンちゃんこんばんは、こんばんは、うん、こんばんはんかこんばんは、こんばんは、風邪、コロナに気をつけてください、ありがとうございますね、12月に入ってからめっちゃ寒くなったのでなんか英語やったいけど笑めっちゃ寒いけど暖房つけてる、暖房つけてますよ、別にみんな格好したらリアルピカチュウやん、ピカチュウのあれありますよ、パジャマ、パジャマっていうの、そういえばリサちゃん大丈夫なのかな、それなめっちゃ心配です、リサが韓国語写真撮って強くしてピカチュウって言ってはって可愛かったよ、可愛いめっちゃ可愛い、ピカチュウ、ピカチュウな、ピカチュウ持ってきましょうか、こんばんは、こんばんは、なぜ走んでるんだよって思った、いや落としたら嫌じゃないですか、落としたら嫌だから恥ずかしいやんこれはちょっと歯が折れました、で取るのめんどくさくなりました、ピカルンプレイポケモン呼ばれ多分ゲームのことやよな、ゲームでポケモンやってないね、やりたいな、
八期生オーディションの時の出場シーン見てみて。ちょマジでか、あのオーディション2回送ったんですよ、もう写真が納得いかなくて、どっち撮ったか分かんなくてどっち撮ってるんやろけど、どっちの写真もやばいな覚えてます。あのもう前髪がヘルメットみたいでここぐらいまであって、本当に見せれる写真じゃないんですね。カビゴン、カビゴン、カビゴンは今度は何行こうかな、何行こうかな、ダブルピカ、ダブルピカ、ピカピカ、英語ならポケモン、レッドスカイルとかバイルと打ちしてるって打ちもしないんやな、やりたいんやなめっちゃ。でもどっちの方がおすすめですか一回とかあるんだね、見たすぎる見たすぎるそう2回そう送ったんですよ。後ろにある人形、韓国語でカビゴン、カビゴン、カビゴンねね、だやばい方見せて、いややばいやばいいやめっちゃ恥ずかしいんやな。ちょっとしょ今度あさってきます、見せる気になったら見せます。カビゴンめっちゃ出てるよね、ね、カビゴン手触りほんといいよね、いやいいですよねめっちゃカビゴン、かわいい、何やろカビゴンかな、ピカチュウピカチュウなんやろかな2回出して初めて聞いた、いやほんとに写真が納得いかなくて2回出してよかったんかな、ヘルメット重い、眉毛本当に前髪ヘルメットで吸気扇を今頃お披露目に向けてレッスンしてるのかな、どうなんやろ、頑張ってますかね、何やろ韓国語読めさやっぱ読めへん、韓国ピカチュウカビコン嬉しい、みんな教えてくれて、ゆうきせよ、正月来るんだろうな、いつぐらいなんやろな、全然噂待ってこないんでわかんないです。こんばんは、こんばんは、おお、あともうちょっとでお正月ってことは、ピカルも1周年か、おめでとう、ありがとう、もう早いよなピカマって、なんか今年3ヶ月ぐらいしかまださなんか過ごしてない気がする、早すぎてピカル三重県出身なんだ、お隣愛知県出身、おお隣やん、イエイ、こんばんはこんばんは、ポケモンじゃないけど今度可愛すぎない、可愛い、めっちゃ可愛い、ピカルですよ、女性ファン YouTube 動画上げてるね、いやそれ見ましたよピカ、ちゃんとチェックしてますよ、めっちゃ嬉しいよねピカのファンの方がピカのことあげてくださってこの前めっちゃ待ってこの前のコアデポニッティのアユピさんにほぼそられそうになったが絶え間して褒めて、よかった、めっちゃそれはアユピさんの方に行かなくて安心ですよくしてピカゴン、ピカゴンカルンがピカゴン、ピカゴン、ピカゴンでいいな、ピカゴンいいやん、じゃあピカゴンで、ピカゴンでカルのマストボールで捕まえられる、当たるかな、当たるかな、ピカ逃げますよ、ピカ逃げます、こまこま、サイビア8期生まだ1年経ってないんだね、いやでもそうなんですよ、でもこの前もう半年って言ってて、いやもうすぐ1年経つって考えるとめっちゃ早いなって簡単にババーン、来そう来そう、怖い、そろそろ10時近く、お疲れ様、ありがとうありがとう、ほんまや、もうちょっとや、じゃあ55分になったらランキング読みますね。
かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。彼のランナーズハイ大好きです。嬉しい。ランナーズハイね、めっちゃ楽しい。彼のランナーズハイでよく足上がるよね。こだわってます。そうだね、もう1年経つんだね。ピカルンも来年28歳か。いや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 、まだまだピチピチでの17歳来年は。アイドルになったなって思うことある？アイドルになったなって思うことか。なんやろ、やっぱり三重県から大阪に行くことかな。全然景色が違いますね。ピアノ練習できてますか？できてない。できない。この頃配信が増えてきて嬉しいよね。毎日できたらいいけど、できる日はしますよ。かわいい、ありがとう。6、なんやろ、あ、読まれなんや。ごめんなさい。ちょっと韓国語マジ勉強したいな。こんばんは、こんばんは。三重県もええとこでね。三重県いいとこですよ。めっちゃ観光の方が来てくださったりするんで、ね、ピカ久しぶりにあそこ行きたいね。長島スパーランド。残り6分。お、ほんまやん。あのロックはそのロックやってね。そういえば遅くなっけど、お話しかありがとう、ありがとう。もう55分になった。だから大阪に通うの大変だろうな。いやでも慣れましたよ。こんばんは、こんばんは。頑張ってるピカ見て自分も頑張らんとって。元気ありがとう、ありがとう。ピカル、光る女の子好き、ありがとう。光る、ちょちょじゃあつちょ。ナバナの里久しぶりに来て綺麗やもんな。ちょっと三重県も面白くていい人で、三重県の人も面白い人多いですよね。大阪に入るとアイドルモードになるのね。いやそう、大阪ね。でも大阪他おすすめとかありますかね。サミット行わりで、サミットあったもんね。三重県出身の空気清浄機するといいね。そう、三重県の出身の子のねショールームも見に行きましたよ。海の公園で初めて見て気になりました。え、嬉しい。どんどん気になってください。覚悟光る素晴らしい週末は病気にならないでって。ありがとうございます。通訳もありがとうございます。感覚の人めっちゃいいして、本当にめっちゃ嬉しい。え、じゃあちょっとねランキングを読んでいきたいと思います。13位マー君さん、ありがとうございます。12位としまらさん、ありがとうございます。え、11位モハあたすうさん、モハサホさん、ありがとうございます。10位富士さん、ありがとうございます。9位あきちゃさん、ありがとうございます。8位ジルトエイジさん、ありがとうございます。7位おにぎり隊長さん、ありがとうございます。6位 J さん、ありがとうございます。5位お金持ち先生さん、ありがとうございます。4位54さん、ありがとうございます。3位まさしさん、ありがとうございます。2位あさやんさん、ありがとうございます。1位こうさん、ありがとうございますね。皆さん見に来てくださってありがとうございました。長島スパーランド見ながら名古屋行ってましたね。長島スパーランドはね、名古屋行く途中見えるもんね。公園また見に行くわねって、嬉しい、また来てください。待って、ね、あ、ありがとう、ぬいで、ぬぬぬぬぬぬな、ベイビーブエア、ありがとうございます。ミラボール嬉しいです、ありがとうございます。ね、明日もね配信できたらするので、できるかな明日も、ね、明日もします。ありがとうございます。じゃあもうすぐ10時になるので切りたいと思います。じゃあね、バイバイ。え、配信中なの、あれりりり、あ、こっちか。びっくりした。じゃあね、バイバイ。